こんばんは、長野市議会議員の小泉一馬オレンジのおっちゃんが、今日も小泉一馬トークチャンネルライブで皆様と、なんだっけ、長野市役所と長野市議会のネタを共有させていただきたいと思います。まあ、こう見えてもね、市議会議員ですからね、よろしくお願いしますね。でね、今日は、今、議会中なんですよね、12月定例会やってまして、月曜日が最終日なのかな。で、小泉一馬さんは経済文教委員会でございまして、で、経済文教委員会の守備範囲の中には教育委員会入ってます。で、教育委員会が今回出してきた補正予算案の中に、青木島遊園地の代わりになっていそうでなっていないという、そういう微妙な補正予算が出てきてまして、青木島子ども未来プランって、ね、荻原健司市長が公園廃止一人の苦情で何やってんだって怒られて、曲がったと。なんとかこれでお願いしますっていうのをやったんだけど、さっぱりなんですよね。で、はっきり言ってね、こんなものは代わりにならんならんと私は思ってるんですけれども、まあ、児童センターの子供が青木島遊園地を使えなくなっちゃったんで、校舎。新しい校舎を青木島小学校に建てて、その中に入れ込んでいこうと。ここで遊べよと、のびのびと。全然のびのびじゃないじゃんねって。建物の中にさらに過密にしていくじゃん。で、過密なその立地が、なんか特殊な立地で、この遊園地というかその青木島の問題なんだよって言ってくる。さらにさらに過密にしていくっていうことで、全く何を考えてるのかわからないのは、荻原一派です。で、小泉さんは、そこの辺ね、今回、割とね、論破できたなと思ってますので、皆様にその予算案がね、適切な予算なのかどうかっていうところを小泉と一緒に予算案審議の模様を見ながら、ご判断いただきたいと思っております。ちょっと待って、その前に今日、あ、よし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 、今日、あ、ケンモスさん、こんばんは。今日はちゃんと音声来てますねということで、ね、音声来てたか確認したんで、これ、これね、これですよ、これ、これ。よし、小泉一馬議員。小泉一馬議員、頑張れ。で、青木島小学校環境整備事業ですが、その資料において、周辺、住環境の改善を目指すとありますが、住環境の何を改善するのか、またその住環境の改善が必要であるといった住民の声がどのように寄せられていたのかについて伺います。ちょっと止めますね。ちょっと止めますね。これね、どういうことかっていうと、資料どれ？これ？あ、これですね。ちょっと見えないじゃんね、こいつだって。これなんですよ。これ、青木島小学校環境整備事業12月補正予算案の資料なんですが、で、ここね、まず目的見ましょう。まず目的見れないじゃん。まず目的見ましょう。事業の目的及び趣旨。で、子供たちが安全でのびのびと過ごせる環境づくり、及び周辺住環境の改善を目指す青木島子供未来プランに基づきということで、周辺住環境の改善を目指すっていうのは、本当にそんな必要あるのと。これだって目的だからね。目的言ってるけど、それどうやって、その周辺住環境を目指さなきゃいけないような状況になってるのと。環境改善を図るって書いてあるけど、なんで環境改善を図るっていう、そういう認識に至ったんですかっていうところ。これがはっきりしてないと目的がはっきりしない。じゃあ予算執行する必要ないよねっていうことですよ。で、まあ、はっきり言ってこの住環境云々なっていうのはね、後から取ってつけた長野市の理屈だからこんなものはへりくつなんですよ。で、そのところ小泉さんは論破してまいります。はい、北島課長。はい。ということもあります。やべえ。この辺このトイレは分かると思うんですが、そこは夜など行きづらいとか、暗くなる、ちょっと、環境の何を改善するのか、またその住環境の改善が必要であるといった住民の声が、どのように寄せられて
ていたのかについて伺います。はい、聞け。はい、北島課長。はい、周辺の住環境の件に関しましては青木島子ども未来プランの方にも書かせてもらっていますけれども、児童センターや子どもプラザへの送迎の保護者の車が、住宅地の方に入り込むということもありまして、結構騒がしいというような苦情もあったと聞いております。結構騒がしい苦情があった。本当ですね。今回、住宅地の方に車が入り込むことを避けるような、構想で、駐車場を整備しますので、そのような車が入って、探しっていうようなことは、まあ、なくなるのではないかと思っております。上野美和さん、まあ、その住宅地の方に車が入り込んで騒がしいというのは何件のお宅からあったんですか。苦情があったんですかってことですね。何件の苦情があったんですか。藤田教育委員長。はい、委員長。私も学校の方には特に来てなかったと思います。学校の案件ではないので、私も教員だけ人はお聞きは何件ということはお聞きはしておりません。小泉一馬君、それは無責任でしょう。だってこうやって資料で持ってきてるのか。それで住環境を整備するのが青木島小学校の環境整備事業の目的および趣旨だって言ってるのか。それなんで説明できないんですか。目的および趣旨がきちんとしていなければ議会を賛成できないということになりますよね。はい、その通りです。藤沢教育室長。はい、委員長。青木島子ども未来プランという山梨全体の中での話ということで調査しております。小泉一馬。いやいや、あなた方が持っていた青木島小学校環境整備事業ということで12月創生予算の事業目的及び趣旨ですよ。でこれが青木島小学校の施設整備を行いということで事業の目的及び趣旨が一番最初に書いてあるじゃないですか。それが説明できないんであれば学校としてこれは取り組む必要はないということじゃないですか。藤沢教育室長。はい、委員長。手を挙げたけど声が出ない。私どもとすればいろいろなご意見を長野市全体でお聞きしていく中で学校でできることということでこういう、プランの中で示させていただいています。住宅環境といいますか、ご承知の通り、グランドの南隅を通って東側に車が進入してそのまま南に降りていくという細い道の中を送迎車両が通る今の環境を改善した方がいいということで全体としてお話をさせていただいています。特に何件というような苦情が何件あったとかいつ頃あったとかということは私ども、詳細には聞いておりませんけれども現状を見たりいろいろお話を聞く中でそういうことが今後必要になってくる改善が必要だということで教育委員会としては、そちらに検討してこういうような形で進めさせていただくということでございます。はい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 、まあ、非常にね苦しい答弁ですよね。ここに目的として周辺住環境の改善って言ってるけれどもおっとっとと住環境の改善とこの辺でね目的で言ってるけれどもそれを十分に事業目的を説明できないんですよね。で今、ちらっと言ってたのは、おっとっと、これ見えないじゃんね。送迎の車が、この辺、この辺をね、抜けていくと。で、こっからこう出てくんですけれども、いや、それは、学校内の、ぶった切っていくっていうのは確かに問題であるけどそれ住環境じゃないよね。学校の問題だよね。だから住環境整備っていうのは全くおためごかしい。そもそもなんで学校が住環境整備責任持たなきゃいけないのかさっぱしわからない。よっ、プリズムに行かずはい、送迎の車が騒がしいんだということの答弁があった後にその騒がしい苦情は具体的には何件というふうに
把握していないということは明らかに矛盾した答弁であり、この事業の目的を趣旨からして破綻しているということを指摘させていただいた上で、次の質問ですが、目的趣旨からして破綻している、この多目的と建設においては、当初は、まあ、仮校舎、仮設校舎で考えていたけれども、その予算、コストの比較考慮、比較をした結果、こういった恒久的な建物を作ることがコスト的に有利だということで、このような形の計画をしたんだという説明を、まあ、聞いておりますけれども、その説明、ここにないですよね。具体的にどのようにコスト的に有利になったのか示してください。これ新聞記事なんかにはなってるんですよね。だから記者会見では説明してるけど、議会にはそういう説明してないんですよ、コスト比較を。非常に、なんていうか、なんか不十分な説明ですよね。通常のですね、あのグラウンドに仮設校舎を、建ててリースする費用が約、まあ、3億近い額がかかるという試算をしておりまして、これは最近の仮設校舎を建てた実績をもとに試算したものです。それで、今回青木島子ども未来プランの中で多目的と建設すると、でその他、体育館のトイレの改修ですとか、あとは仮設校舎として、当初、長寿宮川改修の際に、中庭も利用してですね、仮設校舎を建てるということも考えてまして、それに加え、保育園を改修して、一部仮設の校舎として使用するということも合わせて、そういうような改修の費用等も含めますと、1億9000万程度かかると見込んでいます。3億って言ったら1億9000万って言ったらよく分かんないですよね。でその差額はですね、まあ、1億1000万程度になろうかというところで、この比較をさせていただきまして、多目的等は今後も長寿宮川改修終わった後も使える施設ということで、まあ、学校の財産にもなりますし、すぐ壊すというようなこともございませんので、多目的等を建設して、この閉じ向改修の際にも使えるようにするということで、この費用の比較をした結果ということになります。なんか容量悪いとかイライラしてる小泉さんですけど、今の質問、今の答えちょっと分かりにくいんで、今回出てきてるのは2億6000万ですか、ですよね。でそれに対して仮設だといくらかかるのかということをシンプルに示していただけないですか。そうそう、何がいくらで差額がいくらとか結局分かんないですよね、何言いたいのか。この人の質問じゃない、その人の答えね。資料に示せないんですかね。だから自分たちで分かってないことをどうやって機械に分かせるかですよね。今回青木島小学校の環境整備事業と事業費の合計としては2億2870万9000円ということで、計上をさせてもらってますけれども、この、まあ、先ほど申し上げたグラウンドに仮設校舎を建てるっていうことですね、これについては今回のタイミングで建てるわけではなくて、まあ、令和8年度から長寿宮川改修を予定してますので、その際に、仮設校舎を建てるということを見込んでおりまして、それを建てる場合の費用を試算すると、先ほど申し上げた2億9000万程度ということになるというお話なんですけど、
小泉一馬に。そうすると、2.9 億に対して2億、まあざっと3000万だから、差は6000万円ということで理解すればよろしいですか。2億2000万と2億9000万だから差額は6000万ですよね。そうじゃないの、なんでそんなに悩むの、ちょっと分かんねえんだよね。藤沢教育室長。今回の、2億2000万ですかにつきましては今ほどご説明をしたコスト計算した以外の、そうです、駐車場だとかプールの解体だとかそういうのも入った金額が2億2800万円になっております。で今回コストという比較とした場合には、多目的棟の建設とその関連事業、例えば樹木の施設だとか、まあ、当然設計費だとか体幹トイレの改修だとかそういうものを、を積算したものが先ほど課長の方で申し上げた約1兆9000万円超過1900万円ぐらいということで、なっておりますので、先ほど申し上げた、まあ、3億2億9000万円からすると1億円ぐらいは、コスト減になるというようなことになります。わかんない。聞いててもわかんない。これしかないよね。いや、なんか話がシンプルに見えてこないんですけれども、そういう資料を出してください。わかんないですよ。悪いけど、議員は頭良くないんで、皆さん頭いいからわかるかもしれないけど、その手元の表を出してください。わかんないです。で、私が申し上げたいのは、コスト計算がね、議会にきちんと示されないで、これを認めろと言われたって、それは到底受け入れられない。でまた、この、新しい建物ができて、それがね、丸ごと資産になるのか、いいじゃないかというお話でございますけれども、これについても当然、長寿命化改修が将来的には達成していくわけでございます。そのライフルコストの試算について伺います。今言ってるのは、ライフサイクルコストを示せっていうことなんですね。つまり、長野市が言ってることはざっくり言って、青木島小学校ってもう長寿命化改修しなきゃいけない時期だから、どっちみち仮設校舎を建てなきゃいけないよっていうことなんですよ。で仮設校舎は普通プレハブで建てて、工事が終わったら潰しちゃうんですよね。でそのお金と、いやいや多目的とってしっかりした校舎作ろうよと、でそのコストと比較をしたところ、多目的棟を新しい高級的な建物を作った方が有利って言ってんだけど、でもその数字も示さないんですよね。でだけどね、この多目的棟って建てたらその後ずっとタダで使えるわけじゃないじゃないですか。維持費管理費発生してきますよね。それから修繕費が問題ですよ。で長寿命化改修っていうのも必要になってきます。でそういった建物が使い終わるまで、その耐用年数がね過ぎるまで、使い終わるまでに発生するコストをライフサイクルコストといって、これをね見ないと本当にコスト計算有利なのか不利なのかってわからないはずなんですよ。それを試算してあるのかと小泉さんは聞いています。いや、はい、田島課長。多目的棟の、ラニングコストということ、ラニングコストはライフサイクルコストなんだよね。多目的棟を今後どのぐらい使用していくかは決まってはおりませんが、20年30年という単位では通常でいくと使うということになると思いまして、それよりも長期に、使用するということになると、また予防保全ですとか長寿命改修が必要になってくるということは言えます。その費用については今のところまだ見込んでございませんので、
とここで申し上げることがあります。ライフサイクルコストは見込んでないという小泉一馬に、まあ、仮説の場合であればね、通してしまえばライフサイクルコスト当然発生し、発生しないわけですよ。ランニングコストも発生しません。で、一方で新しい校舎作ればいいじゃないかって言われたら、それ新たなコスト負担が必ず発生してくる話である。でもそれも含めてのお話にしないとフェアでないんだけども、それはできていないということですよね。それどうなってるんですか。だって公共施設マネジメント上はライフサイクルコストまで含めて事前協議やってるんじゃないんですか。やってないんですか。ライフサイクルのコストの試算というか、それで有利だからって言われたって到底理解としては納得しかねますよね。公共施設マネジメント推進課とどのような協議内容になっているのか、つまびらかにしてください。説明しようってあ、今ちょっと音声だけになっちゃってた、ごめんね。説明しましょう。で、長野市だけじゃなくて、今自治体ってどん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 減少してるじゃないですか、人口が。人口が減ってってるわけですよ、右肩下がりで。で、そうすると、財政もね、お金入ってくるのも税収もどん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 右肩下がりなわけですよ。で、今までは、公共施設ってね、人口増えてたから、いや、どん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 作りましょうって、作ってサービスしていきましょうみたいな世界だったんですけども、そうすると、ランニングコスト、ライフサイクルコストが公共施設で発生していくのに、お金はだんだん減っていく。そうすると、いつか回らなくなっていっちゃうよねっていうのが、すべての自治体の、あるいは国も含めてですよね。公共施設マネジメント上の問題なんですよ。だから、公共施設総合管理計画っていうのを作りなさいってことになってて、長野市も作っていて、長野市は、床面積で 20% を減らすってことにしてるんですよね。うん、だから減らさなきゃいけないんですよ。で、減らさなきゃいけないから、新しく建物を建てるなんていうのは、本当に厳しく公共施設マネジメント推進課っていうのがチェックしてるはずなんですよ。で、事前協議しなさいと、予算編成の前に、財政課に行く前に、うちを通って公共施設マネジメント課で、事前協議して、OK もらわなきゃ、予算編成の作業にも進めないという、そういうルールになってるんです。で、じゃあ、その時に、じゃあ、公共施設マネジメント推進課とは、どういう協議したんですかっていうのは、小泉さんの疑問です。公共施設マネジメント推進課とはですね、事前協議は行っておりますが、ライフサイクルコストまでは、その時点では話はしておりません。以上です。小泉一馬に。これは令和4年度の時点の事前協議の台帳ですけれども、これ見ますと、教育委員会から出ている校舎の整備等については、環境小学校のキュービクル改修工事、これが一番上位に置かれています。で、一方で、この青木島小学校にかかる事項というのは全く乗ってきていないんですよね。で、あるにもかかわらず、令和5年度のこの時期になった突然補正予算がついて、この山王小学校を追い抜いてしまったということなんですが、これについてはどのような理論構成になっているんですか。やたらめったら校舎の改修とか新築とかできないんで、順序をつけてるんですよね。山本課長さん、はい、でそれ去年乗ってなかった公共施設マネジメント推進課との協議につきましては10月に行っております。どのように言ってた、タイミングを答えてきましたね。頭いいですね、この人。言ってきましたじゃないんだけども、令和4年度にね、出した、つまり令和4年度当初予算の編成の過程での資料ということになるかと思いますが、公共施設の方針であるとか、改修といったことをするときには、公共施設マネジメント推進課と事前協議することになってますよね、予算編成と。その時、教育委員会としては、その校舎の改修関係で山の小学校を一番上に置いているわけですよ。で、この時点で青木島小学校というのは入ってません。で、突然じゃあ10月になったら、今年になったら、
その山王小学校を青木島小学校を追い入れちゃったということなんですが、しかも更新ですよね、これね、改修事業じゃないですよ。でこれどういう位置づけ、順位付けになっているのかという点についてはどのような理論構成が行われているのかについて伺っています。先ほど県知事がやれって言ったからっていう理論構成なんですよね。これでね、ここでね、野々村がね、割ったやんでもね、これ本当にね、余計なんつうの、ルール違反なんですよね、マネ違反なんですよね。これは発言を許す委員長も委員長なんですよ。青木島遊園地の廃止問題があって、まあ、市長は学校の敷地内にセンターを移転して安全に遊び場が確保できるようにやっていくんだという方針を示されたわけですよね。しかし実際には長寿命化工事がこれから始まる学校の敷地内に移転をすることが本当に子どもたちにとって安全なのかどうかということがこの間の子ども未来プランを発表された後関係者から声が上がっていく中で、まあ、市長も公約として掲げられたあの時の子ども未来ビジョンと青木島の子ども未来プランはこれから十分に関係者の皆さんと協議を重ねて丁寧に進めていきますという一度は発表されたんだけれども丁寧に進めていきます、意見をきちんとお伺いします、そういう話し合いの中で、まあ、作られた案がこれだったんだというふうに私は理解をいたしました。でそういう中でですから最初に先ほど小泉一馬議員おっしゃったその周辺住環境の改善を目指すということについても私もこれ非常に抵抗のある言葉なんですけれども、まあ、あえて解釈するならば駐車場が整備されることによって今普段の送迎をやっている皆さんの車というのは関係ない話をしました。私の質問先にやってください。すいません、いいですか、すいません、じゃあ私の理解をちょっとお示ししてそれに対しても一緒に答えていただければなと思ってすいません発言をしているんですけれども、送迎がプラザの皆さんの送迎については、まあ、かなりスムーズに改善されるんじゃないかなと、プール跡地なども使うことによってそういう点ではまあ、住環境周りの皆さんにとってもいいんではないかなというふうに、まあ、私は理解をいたしました。それで一つ疑問が残るのは多目的棟のに仮設校舎を建てない、仮設校舎を校庭に建てないというのも私は非常に青木島小学校のグラウンドが同じ規模の学校に比べて非常に狭いということと、さらにその工事車両なんかも入ってくるのでグラウンドの活用の仕方というのは非常に難しいんじゃないのかなと、ここに仮設校舎が建てられてさらに工事車両が入ってとなれば校庭そのものの使い方が非常にもう狭くなってしまって危険性が増す、そういう点では、まあ、仮設校舎を作らないという選択というのはある意味関係者の皆さんの意見を取り入れて、まあ、こういう形が作り上げられたのではないかと。公共施設マネジメント庁の話をしてるんだけど、そういう点では、まあ、いろいろもう最近ね、おかしいんですよね、野々村さん、こういうこと増えてきました。突然割り込んでくるんですよ。多目的棟に中庭に作る予定だったと思うんですが、理科室とか家庭科室とかそれは北校舎の長寿命化の時には足りなくなるということでそこは作らざるを得ないというような説明が当初あったかと思うんですが、それについてもこの多目的棟の中でやれるというふうに理解してよろしいんでしょうか。それもちょっとそれだけは全然関係ねえじゃんそれ。お答えしてきておいて、はい、山本課長さん、まず小泉議員の、山王小学校の旧に車改修について、お答えいたします。ね、昨年度山王小学校の、旧に車改修リーブというのが、山王小学校のエアコンを稼働させるために発電機を
レンタルして使用しております。それをキュービクルを回収することによって発電機をなくしてキュービクルから給電したいということでマネカの方に協議を申し入れたんですけれども、そちらはですねちょっと言い方語弊があるかもしれませんけど通らなかったような形になっております。でそれは昨年度決定いたしました。で今年は先ほどお話した通り10月に今回の青木島のプランについて多目的棟を建設したいということで協議を申し入れて、そちらは認めていただいたと、そんな流れになります。以上です。それだから理論構成じゃないじゃん、事実関係のもとで。私の質問とあんまり関係してない質問を差し出すのが非常に不愉快です。きちんと議事進行していただきたいとお願いしておきます。質問続けますけれども、先ほどの、ね、野村委員長、野村議員さんのお話は後ほどお答えいただければと思いますけれども、私がお聞きしているのは公共施設マネジメントの管理上の問題としてお聞きしているわけでございます。で、その産業省確保は取らなかったからこっちが通ったんだ程度の説明ではね、到底公共施設マネジメント、今後長野市が取り組んでいかなければならない、人口がシュリンクして財源もシュリンクして、で床面積を公共施設は減らしていかなければいけないという原則がやすやすと崩されている事例宣伝になりかねないですよね。でそういった真摯な協議がなされないまま、こういった施設が設置させる、されようとしているということについては私は問題がなしとはできません。ちょっと私の質問はまだ続きますけれども、野村委員に対しての質問に対して答えてください。はい、立場課長。中庭に、仮設校舎の一部を建てるということなんですけれども、多目的棟を建てた分では収まりきらない理科室と調理室の分は足りませんので、仮設校舎を中庭に建てる必要はあるということでございます。小泉一馬。そもそもですが、この多目的棟を建てるということについて、アンケートをしたといいますけれども、アンケートでそれは賛成だという件数は何件あったんですか。困ってますね、困ってますね。じゃあ何のためないけどだってことだよね、そのぐらいの処理してなければ。ただ形作りでアンケートやりました、意見聞きました程度のアンケートだってことがバレバレじゃないですか。アンケートの答えも十数件しか返ってきてないらしい。前島協議長君、はい、多目的棟を建てるのが賛成か反対かというアンケートは取っておりません。青木島未来プランの修正版をご説明し、またはお配りし、それに対してご意見がありますかという形でお聞きしたところでございまして、その賛成反対という件数を何ですか集めるためのアンケートでありませんので、ちょっとその数字は出てこないかと思います。小泉監督、全く奇弁ですね。それを推奨案を外にてそのまま推進してくださいという内容であれば、それを賛成として見ておくべきです。そういった統計的処理はしているはずですよ。ただアンケート取っただけで、これで聞きましたよと、そういう形作りになっているということの今の証拠じゃないですか、今の答弁は。で重ねてお聞きしますけれども、本当にね、地域住民と膝詰めで話したんですか。で校庭の使い方っていうのは学校だけの問題でもないし、その児童センター、子どもプラザだけの問題でもないですよ。地域の問題ですよね。地域の研修役どうやったんですか。その学校関係者にアンケート配って、それで おしまい、統計的処理もしていません。アンケートだけはしました。そういうことで理解しておけばいいんですか。前島副委員。はい、地域の皆様はですね、一番は
会談でですね、そのプランについてお示し意見を募集するのが一番当初です。本末の段階はそれでございました。もう秋島遊園地の来週の時と同じでですね。できましたので、今すでに、また会談版ではお知らせをしてご意見をいただいております。で、さらに学校の周辺、特に、いろいろその、関係する学校に、接しているお宅だけではございませんけれども、学校周辺約70件ですけれども、そちらについては、12月19日、来週の火曜日ですかね、学校にお集まりをいただきまして、君のお住まいの皆さんに説明をさせていただこうということで、もうすでに通知の方を配りをしております。で、小泉やれって言ったからやるんだよね。そうじゃなきゃやんなかったよ。その他ですね、個別にお電話いただいたりご連絡をいただいたりという方もいらっしゃいますので、そういう方々には個別にご説明をし、ご了解いただいているというようなことも積み重ねてきております。小泉一馬に。19日といえば議会の議決が終わって、その後でのお話でありますよね。全くお話にならないです。それは事前の意見聴取になってないじゃないですか。ということを言わせていただきます。で、答弁を聞いてますとね、この秋島子ども未来プランについては柔軟に対応するという答弁があったかと思います。で、柔軟に対応するということで言わせていただければ、その2億2000万の使い道がどうなのかということについてはよくよく検討しなければいけないと私は考えています。今、秋島元の遊園地の敷地を見ますと、まだ未活用、未利用ですよね。今年の2月3月に市長がどういう説明したかというと、地主さんは次の利用計画が定まっているんだから、もうこの借地の契約が4月以降は延長できない、5月にも4月いっぱいは延長したけどそこまでが限界だという説明でした。しかし実際行けばまだ定しのまんまですよ。で、当時も調べましたけれども、12月6日時点でまだ9というかその借地させてくださった方のお名前のまんまです。で、さらに7月時点ではそこの開発計画が出てないといったようなお話も受けたまっています。で、さらに今月開発計画出てますかと聞きましたら、そういったことにはお答えできませんがということでございました。ただ開発計画がもう承認されればお示しできますということです。標準消費期間が3ヶ月ということですので、8月、9月、10月やれば、もう開発計画終わってる、開発行為がもう終わってるはずですよね。で、何が言いたいかというと、未利用のままなんですよ。市長の2月の情報と損は出ている。で、柔軟に対応するとすれば、ここをね、変えとるということも、一つの選択肢であろうかと思います。路線価などから計算しますと、この土地はおよそ6000万のないし、7000万程度の価値だろうと思いますよ。宅地としても、ですけどね。で、そうすれば2億2000万どころか、7000万円でみんな解決するじゃないですか。そういったことは、検討されてきたんですか？根本的な解決策をそもそも検討してきているのかと。小泉雄香さんに聞いてください。藤沢教育長、今の状況については私も承知はしておりますけれども、その今、更地になっている公園跡地の、の買取ですとかそういうところについては私どもとすれば特にできたとは思っておりません。私どもとすれば学校施設を、将来にわたって環境を良くするためにこの未来プランの一部について私もしっかりやっていきたいなというふうに考えておりますが、また今おっしゃった件も当然金額的な面だけを見ればそうだと思いますので、それについてはまた基本の方と伝えていきたいというふうに考えております。全く無責任ですよね。本会議の答弁を聞いてもね、1400平米の遊園地の大体となる施設が用意できていないですよ。検討するって言ってるけども、ここで1400平米とか取れるわけないじゃないですか。で、非常に何て言うか検討するのは無理な検討だと思っていますし、1400平米の遊び場を、ね、確保するという
ものセットでなければ賛成しがたい、また今後の公共施設マネジメントの推進の上でも、またあの小学校の整備を待っている他の学校の子どもたちとの公平性を担保する上でも、この補正予算案には私は乗れませんと明確に申し上げます。これはあの非常に小泉としてはリスクがある判断です。でつまりね、青木島遊園地がなくなって、児童センターの子どもたちは行き場がなくなっている。で、行き場作ってやるよと。学校に新しい建物作ってやるよと。それはダメだと小泉さんは言ってるわけなんですね。でもそれ小泉はじゃあ子供の行き場所をどう考えてるのかと聞かれるかもしれない、批判されるかもしれない。だけど1400平米でいつでも遊べるものとして隣にあった遊園地の代わりに学校に建物あるからそこの中に入れてやるよと、それが代わりになりますか？本当に代わりになると皆さん思います？俺は思いませんよ。だって中庭で遊ばせてやるって言ったら、それも今まで全然実現できてなかったじゃないですか。その新しい建物で伸び伸び遊べる。何が伸び伸び遊べるですか？今まで伸び伸び遊べるって言って実現できてこなかったじゃないですか。中庭で遊べるようになってないじゃないですか。今まで伸び伸び遊べてたんですよ、子供たちは。その伸び伸びを返してくださいよ。何が2億2000万で高級的な建物を作って仮設校舎より有利だからこれがいいんだ、子供たちの考えを聞いたんですか？この新しい校舎とこの公園とどっちがいいかって聞いてくださいよ。子供基本法今年4月1日から施行されたじゃないですか。子供政策は子供の意見を聞くということになってますよね。全く聞いていない。そんなところに2億突っ込んでいくっていうのは、子供のしわ寄せをさらにさらに重ねることじゃないですか。子供へのしわ寄せを、意見も聞かずに大人の独りよがりで、作ってやるからありがたく思えと。冗談じゃないですよ。俺はこんなおためごかしの、荻原健司の自分本位の、住環境を良くする苦情があった、何件あった、分かりません。そんな程度の目的で2億突っ込んでいいんですか？荻原健司の保身のための予算じゃないですか。私は賛成できない。まあ今までね、小泉はね、リスク取ってきましたよ。この青木島遊園地の件では。今回もリスクを取ります。自分の責任で反対しますよ。青木島の方々には分かっていただきたい。これは本当に子供にとっての解決なのか。本当の解決を目指す必要があると小泉は考えます。青木島遊園地、旧遊園地の土地が空いてるなら、そこを買うという努力を改めてするのが、本当の解決じゃないですか。と、小泉さんは考えるわけです。というわけで、もうちょっとやってみる？もうちょっと見てみたい？委員会。採決を行います。それぞれ、採決です。それぞれ行います。はじめに、議案第92号。令和5年度長野市一般会計補正予算のうち、教育委員会関係、本件を原案のとおり決することに賛成の委員の挙手を求めます。はい、小泉さんだけ反対です。みんな手を挙げてますね。それも揃って、荻原健司のごまかしプランに乗るという採決状況です。これが今の長野市議会の手たらくだと小泉は憤っています。はい、補正予算です。全員賛成多数と認めます。よって本件は原案の通り可決すべきものと決しました。
続きましてというわけでございます。今日の小泉さんはお怒りです。プンプン。いやー、お、なんかすげーなんかコメントを書いてくれてる。ちょっと読んでみたいと思います。横山さん、こんばんは。小泉さんの質問に対する回答が尻滅裂、苦し紛れがありありです。そうでしょ、そう思いますよ俺も。単純に市民の苦情から公園ぶっ壊して、さらに膨大な費用をかけて、今度は子供の学校をぶっ壊すつもりなんですかね。変な多目的施設作るんだったら公園買い戻して緑地化し、多目的施設に使おうと思っている費用を子供間の料金補助や駐車場料金提言に当てたらと思います。これだから城山公園の方とリンクさせて話してるね。剣持さんはね、共産党の野々村さんは小泉さんを敵視しているから明らかに邪魔したかったんだと言える行為でしたね。不愉快ですって言ったら一応こうやってすいませんみたいなポーズはしてたけどね。これ会社の会議だったら司会に一周されるが、怖い役者は怖い役員が無礼者って一括された案件です。まあだから学級会だってこんなのありえないよね。質問して答えが返ってくる前に、はい私もっつって手挙げる方も挙げる方だし、指名して発言させる委員長も委員長ですよね。でね、このね、野々村委員議員って以前はこんなことする人じゃなかったけど、最近こういうの目立ってきてますよ。あのね、農業委員会との懇談会っていうのをやったんですね。この経済文教委員会って農業関係も守備範囲だから。でその時もなんか委員長が発言してんのに野々村委員がはいっつって、なんかわかんない理屈で、いや委員長はそんな発言するべきじゃないみたいなこと言って、今度自分が発言し始めるんですよ。で小泉はその野村さんの発言が終わった後に、いや今日はね、議案審議とかじゃなくて農業委員会との懇談の場なんだから、別に委員長が発言して悪いってことはないと思うし、委員長の発言を続けて聞きたいっつって俺フォローしてやったんですよ。親友会の松田光平さん、これ松田光平さんのことは随分フォローしてますよ。親友会さん、そういうフォローはだって親友会の議員だってやんないんですよ。いや共産党に言われれば、言われっぱなしが親友会の仲間だってするけど、俺はね、男気のある議員だから、ぜぜひひだから、おかしいことはおかしいって。で、まあそういうことですよ。横山誠さんが、単純に自住民の苦情から公園ぶっ壊して、さらに膨大な費用をかけて、あ、これさっき読んだっけ？さっき読んだ、すいません。横山誠さん反対に賛成ですと。ありがとうございます。というわけで、小泉さんが補正予算に反対したわけ、その学校にね多目的等を作ることが子どものためだというその偽善っていうか荻原健二の都合ですよね。もう本当にどしがたし、小泉さんは反省してません、反対しました、堂々反対しましたからね。まあだから、あれですよね、月曜日は採決の日だから討論できるんですけど、討論していきたいと思います。皆さん、どうかね、小泉さんとこ、見捨てないでくださいね。よ。というわけで、ちょっとね、子供館と駐車場の問題について見ていきたいと思いますけれども、だいぶね、これについてもツイッター上でご意見が集まってきてますね。で、子ども館っていうのは少年科学センターですよね。で、少年科学センターが、ちょっと古くなってきたんでリニューアル
オープンしようっていうんで、長野子ども館っていう名前にして、で、今回の12月定例会で、じゃあそういう施設を新しくね、リニューアルオープンで作りますっていう、そういう条例案が出てきてます。で、その条例案の中に、料金も書いてあるんですね。で、行政が料金徴収しようとするときは、必ず条例作んなきゃいけないんですよ。これ皆さん、覚えておくと、エバレる知識です。で、その条例案がだけど高すぎるだろうっていうことを小泉さんこの間の小いちゃんでやったよね、うん、やったと思う。だから大人が土日行くと800円ですよ。800円で子供400円で子供2人連れてくと1600円でしょ。ほんで駐車場の城山公園の駐車場も有料化されちゃうじゃないですか、12月25日に、クリスマスの日に。なんでクリスマス日だかよくあるんだけど。で、そうすると、2時間まではね、子育て世帯は子育てパスポートを提示で無料って言ってるけど、小学生なんだ、盆とくれとゴールデンウィーク、この時はしっかり金取るからなと、駐車場から。そうするとあれですよ、正月休みに、いやじゃあ行ってみようかとか、夏休みに行ってみようかとか、連休だから、じゃあ少年学会行ってみようと、少年学会じゃない、長野子供会行ってみよう、行ってみようって行ってみたら、しっかり金取るからなって。そういう商売するのが長野市なんですよね。え、だからあれですよ。そうすると子供2人連れてけば、夏休みのお盆に連れてけば、1600円に2時間駐車で600円ですよ。2200円ですよ。まあいい商売ですよね、長野市。で、それはちょっと高すぎるんじゃないのって、ね、少年科学センターの時は大人は260円ですよ。だから3倍。トリプル。なんだよね。でね、この雲宮さんってでね、雲宮ライフさんっていう方が、この人ね、すごいんですよ。よく調べてくれて、ツイッターで教えてくれるんですけども、まあ、子ども館の利用料はどうしてじゃあ、その800円なり400円なりって決めたかっていうと、コスト計算してね、で、コストの半分は、じゃあ、受益者、受益者っていうのは、要するに父ちゃん、母ちゃん、子供ですよ。父ちゃん母ちゃん子供に半分は払わせようと。で、そういうことができる、価格設定にしようっていうことで800円400円になったんだけど、で、雲宮さんは少年科学センターの時は 25% だったっていうこと、これ資料めけてきてくれたんですよね。で、動物園や博物館も 25% ですよということで、賛成した委員は負担率 50% が適切だと考えているんでしょうかねっていうことなんですが、こうリンク先見るとね、これ細けえな。やたら細かいんだけど、これですね、利用者負担に関する基準に基づく見直し方針、現状の負担割合、平成19年度ベースということで、あ、そう、平成19年度ベースがその後改善されてるのか、なんか変わっちゃってんかな。まあ、ここにあると、少年科学センターってここにあるじゃないですか。で、これをこっち見ていくと、25% って決まってるんですよね。これちょっと調べよう、また。これ平成19年度ベース。これだから、見直し方針で現状の負担割合だから、この平成19年度ベースの後で変わってるかもしれないね。だけど、この少年科学センターっていうのは 25% ベースで計算していたっていう事実はあるわけですよ。で、今日日、子育て支援がこんだけ言われている中で、まあ普通通りに 50% でやっときゃでいいんでしょうかねっていうことは小泉さんは力説したいですね。というわけで、
で今雲の宮さんのツイートを見て、それでこれ小泉さんですけど、これもね、雲の宮さんがめっけてきてくれたツイートが元になってるんですよね。でね、ちょっと見にくい小さい字が。このぐらい。令和2年度定例会の答弁で、長野子ども館の料金については、館内の子どもの遊び場やうんぬんで、見えてる？入館料の無料化を検討しておりますと。だから、大人260円だったけども、子ども館にしたら、ただにする。そういう答弁が、かつてあったんですよ、令和2年の時。覚えてなかったけど、あ、そういえばそうだったんだっつって、実際会議録も確認しました。だから、180度変わっちゃったんですよ、長野市の方針が、いつの間にか。どういうことなのってとこですよね。で、小泉さんもそれを受けて、こういうツイートをしました。加藤市政の時は無料化検討だったけど、小木屋市政になったら3倍値上げですよ。子供からね。で、これね、親友会議員への答弁なんですよね、令和2年当時。で、北沢哲也議員の質問です。北沢哲也さんといえば、今の副議長で、副議長の所信表明演説、すっぽかしちゃった人ですよ。まあ、新聞にも書かれちゃって。で、あとは、ほら、青木島遊園地廃止は、なんか借地がちょうど切れる時だったみたいな、そういう説を、なんかルフして、で、今、子供たちは校庭で遊べてますよみたいな、そんな、でもほんもないこと言っちゃって、で、新聞に叩かれちゃった人ですよね。そういう、なんか偽情報を流し続けてた人ですよ。で、その北沢哲也さんも、こういうね、いい質問したこともあったという、いや、子供未来館無料だよって、そういう答弁引き出した。これすごい手柄だと思いますよ。だけど、まあ、親友会はどうしますかね。普通だったら、あ、ちょっと俺の時無料って言ってたのに、何その800円って、怒るとこだけど、怒るとこだよね、普通ね。ちょっと、俺の立場どうしてくれんのって。それ議会軽視じゃない。俺軽視じゃん、つって。北沢さん言ってほしい。ぜひぜひ、明日、討論していただきたい。俺の立場はどうなんですか、つって。やってほしいなぁ。で、これは小泉さんの、ネタですね。まあ、俺もね、だから、他の公共施設の料金の決定の仕方と比べて、あまりにも雑だし、あまりにも、なんか高めに出てるよねっていうのが、非常に思っているわけなんですよ。で、こういうツイートしたんですけど、子供の夢を育てる小木屋さんの実態ということで。で、老人憩いの家ってなんですよね。60歳になると使えるのかな。だから小泉さん、あと3年すると使えるようになるんですけども。今いくら ?250 円か270円かな。払うと、まあお風呂に入って、そこでみんなとなんか将棋指したりするのかな。なんかよくわかんないけど。だから俺57歳だからまだ行けてないから、どういう使い方してるのかわかんないけどね。で、そういう老人憩いの家っていうのが、何あちこちにあるんですよ。で、その時の値上げの時はどうやったかっていうと、社会福祉審議会に諮問してるんですよ。社会福祉審議会、会の字抜けで社会福祉審議になっちゃった。社会福祉審議会に諮問してるんです。で、そのね、審議会に諮問するっていうのはもう偉いことだから、ちゃんと利用者にアンケートしまして、いくらぐらいなら払いますかね？そういうアンケートしてるんですよ。で、じいちゃん、ばあちゃんたちに。で、あと、施設にもね、指定管理者だったりするから、どうこのぐらいの値段設定だったら、経営回っていくかねみたいなことも聞き取り調整やってます。丁寧にやってますよね。
だけど旧少年科学センター改め子ども館は値上げの手続きとしては審議会には諮問してません。これ公園審議会ってあると思いますよ。でそういうところには全然諮問してないです。でもちろん利用者へのアンケート、施設へのアンケートもやってないです。でかつては無料化検討っていう答弁もあったんだけど、でも3倍に値上げしますっていうのは公園緑地化のやり口です。で山賀さんはなんかね、こんな長野市はダメだから僕が頑張って変えていくっていう夢を育てるつもりでしょうかっていう、これね、子供の夢を育てる小原市体市政の実態はこうだって聞いたら、こういうなんかちょっとサビの効いた言葉をポストしてくれましたけれども、でこれがだから老人憩いの家の利用者負担の見直しという当時の審議会に出てきてた資料ですね。これもね、令和2年ですね。令和2年の資料ですよ。ですんごい細かいですよ、これ。もう緻密ですよ。もう全然公園緑地化と違う。どこだったかな？ああ、入浴施設の利用、料金比較なんかもやってますよね。よちょっと縮めちゃってもこの前の目が小泉さん縮めばいい、はい、小さくします。でこの時は200円だったんですね。これをじゃあどうしましょうかねっていうことなんですね。でそれでアンケートやったと1170件回答があった。まあこれ大したもんですよね。で、イコニエの利用料金はいくらぐらいが適切ですか？すごいね、25円単位でやってるからね。いやー、すごいね。これなんかメジャーは250円までなら OK っていうのが。ね。値上げ受けてくれる人はこんだけあるっていうのがもう可視化されてるもんね。すごいよね。いやー、いい仕事してるじゃんね。おもちゃ障害者の方ですね。障害者は200円ぐらいじゃねえかやって。100円前。あれ障害者はいくらだったんだっけ、あ、障害者は無料なんだ。あ、なるほどね。そっかそっか。無料だから100円ぐらいで勘弁してくださいよってことになっちゃうんだね。なるほどね。でこういったアンケートをやって、で老人の家の所長へも意見聴取して、で、まあ、こういう具合に詳細な検討をやってるわけですよ。ね、だけど、公園緑地化は青木島遊園地廃止問題であんだけ、全国の子育て世帯と子供を敵に回しておきながら、反省する風でもなく、こんな緻密な作業をやんないですよね。すごく雑な議論で、いやー、まあ、800円頼むわ、父ちゃん、母ちゃんみたいな話ですよね。全然懲りてねえなと思いますよね、小泉さんなんかね。はい。どうすればいいですか、もう。つける薬をどっかから見つけていきたいんですけどもね。はい、それでこれはまた違う話題ですけれども、小泉さんは、自己情報開示請求っていうのを初めてやってみました。情報公開請求っていうのと、同じようっていうか、まあ、その、類ですけれども、自分の情報開示してくださいっていうんですね。で、個人情報ってほら、墨塗りになっちゃうから、だけど自分の情報を関連してるやつは、墨塗りで自分の名前含めて出してね。で、そういうのが、個人、なんだっけ、個人情報開示請求ですよ。個人情報開示請求。やったんです。そしたらね、まあ、ちょっと、時間くださいみたいな話になっちゃって、普通は15営業日で出てくるんだけど、それじゃ足りないっ
っていうことになっちゃったんですよ。あれ、これじゃあれじゃんね。こんな具合ね、こんな具合で、いや伸ばすからなっつって、11月30日で出したけど、見えるこれ、ちゃんと見えないですかね。もうちょっとでかくした方がいいですね。にょ、はい、11月30日付で小泉君から申請あったけれども、本当は15営業日で出さなきゃいけないけど、出せないから。12月なのかなってけど、出せないから。28日までちょっと待ってくれや。で、延長の理由は、開示請求された情報の特定に相当の日数を要するため、ということなんですよ。って。だから、これね、小泉さんって今、市長秘書課、広報校長課、子ども政策課、公園緑地課、この辺と今、緊張状態じゃないですか。緊張関係にあるわけですよ。ね。青木島遊園地廃止問題で、ね、何やってんすかっつって言ってるから。で、で、俺が目指したところは何かっていうと、小泉さんが質問の通告するでしょ、議会の時。で、そうすると一生懸命用意するわけですよ。通告の内容そのものに対する答えだけじゃなくて、いや、小泉だからこんなことまで聞いてくるんじゃねえか、みたいなことまで多分用意してるんですよ。で、その答弁書作って、それから何?資料もつけてっていう。やってるはずだと思うんですね。だからそれを小泉一馬議員への答弁相当問答みたいな、そういうのが出てこねえかなと思って請求したんですよね。でもともと秘書課とか広報校長課とか子ども政策課とか公園緑地課とかこんなところって一般市民の情報なんか扱わねえじゃないですか。扱わないじゃないですかって言うと、小泉一馬の情報なんか扱うようなところじゃないですよね。まあ、秘書課はどうなんだろう。やってんかな、小泉の情報を情報活動で集めたりしてんのかな。わかんないけど。だから、小泉の情報なんかすぐこう寄せられると思ったんですよ。だって、公園緑地課だってさ、公園緑地課なんかはいつも、ベトを相手にしてるわけでしょ。その土地をね、整備したりとかさ、公園の維持管理とかやってるわけじゃないですか。で、小泉一馬の情報なんか、その議会の想定問答以外ないと思うし、あ、そっか。だから、行政福祉審査請求とかっていうか、それも入ってくるかもしれないね。まあ、それにしても、すぐ準備できると思うけどね。だから、何をそんな、情報の特定に手間取ってんのかっていうのが謎。よっぽど何なんか、小泉情報を集めてんのかなとか思って。小泉さんもちょっと請求しといて怖くなっちゃったりしてますけれども、まあ、何が出てくるかちょっと楽しみですね。だから、もしかすると、なんか小泉ファンだから、収集してんのかなとか、仕事関係ない。ような情報も。はい、すいません、冗談です。ということで、今日のこいちゃんはここまでとさせていただきます。いやー、今日もね、本当に皆さんありがとうございました。オリンピアの主張は金メダルを目指しましょうよ。今、金メダルが欲しいとしか思いません。横山誠さん。いやー、どうしてそう思うんだろう。なんか、過激なことをおっしゃるようだ。ちょっと読みにくいから、もっと書いてください。はい、ありがとうございました。小泉一馬の小ちゃんでございました。月曜日に小泉さんは、議会最終日に向けて討論すると思います。討論の一つは、さっき申し上げた、補正予算案ね、そんな多目的党なんか、
公園の代わりにならねえじゃねえかっていう、そういうとこですよね。あとそれから、なんだっけ、その青木島、じゃあ青木島じゃない、城山の子供館ですよ、長野子供館、料金だけじゃねえか、無料にするって言ったよね、その辺ですよね。でその2つを討論して、この2つの議案について反対させていただく予定です。どうもありがとうございました。小泉一馬の小ちゃんでございました。次は火曜日20時55分からの予定です。火曜日20時55分に、セームチャンネル、セーム、何セーム、セームデイ、違うな。まあいいや。